長いですね。何ぐらいだっけ、自分でやってても暗記してないんですよ私。7位。ああ7位これか、またこの人かって感じなんですけどね。これをさ、太田裕美ですけど、ああ意外と低いっすね。うん、なんかさ、私年中太田裕美の話をしてるような感じなんで改めてさ、ここに出すのもいかがなかだなと思ったんですけど、よっぽど太田裕美が好きなんだなっていうのは分かると思うんですけど、まずこの写真が好きなんですよね、うん、だからその割になんか7位って低いなと思って。うん、でね、うん、9月の雨の話をトントンと徹底的にしてましたけど、だから今日はその話はしませんけど、そうじゃなくて太田裕美をね、歌手として考えた時なんですけど、今でもよく聞くのがやっぱりこの太田裕美なんですよね。だからこう、なんでこの人はそんなに好きなのかが分かんないんですけど、こう人にやっぱりこのベスト10って人に勧められるか否かでやってるわけですよ。それで今の人にこの今で言っちゃうこのおばさんですよ、ただの、このパートの主婦みたいな人ですよ今みたいな、なんでそんなにこのおばさんにこだわるんだっていうことですよね。で何がいいのかって言ったらやっぱりこう当人の声質とか歌い方もそうなんだけど、やっぱり楽曲だと思うんですよ。例えばこう吉田拓郎のさ、出演魔術師とかさ、なんでもいいんだけど、こう夜のヒットスタジオによく出てた時にくる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 いろんな歌にチャレンジしてきますよね、で吉田拓郎、大滝詠一、まあ筒美京平もそうなんだけど、何でもねやっぱりフィットさせてやっぱり歌っていけるんですよね。で毎回ですね、基本的に主人公はみんな基本的に女の子なわけですよ。だから失恋魔術師だったらさ、なんか田舎のさ、いつも田舎の女の子が多いんだけど、田舎の女の子がバスに乗ってさ、なんか男の子と待ち合わせしてるわけですよね。でなんかバスは今ひまわり畑を横切るわけですよ。まあまあそういう歌なんですけど、年中そんなのがこう繰り返されるんだけど、やっぱりこの頭の中でさ、太田裕美が歌うとその主人公のなんか田舎の女の子が本当にバスに乗ってるのが頭に入るわけですよ。あ、でこの頭に入る感っていうのが、裕美さん自身にやっぱ田舎の女の子っていう雰囲気があるんですかね。そうだと思います。だからこのキャラクターに本当は別にそんな田舎の人じゃないのに、だ田舎かどうかってことよりもなんか田舎感、純粋さとか純朴感とかそういうことなんじゃないですかね。そうね。でそういうその詩の概念があって、木綿の赤チームなんかもちろんそうなんだけど、あれは男の子と女の子の両方を歌うから、でも両方とも田舎の人ってことじゃないですか。で架空の世界だから、松本先生は都会人だから、都会の考える田舎の男女はこうだっていう風にさ、勝手に妄想でできてる歌ですよね。そこがさ、ちょっと妄想だからこそリアリティがなくてバーチャルな感じがしていて、だからなんていうか悲壮感がないというかさ、要するにあくまでもフィクションなわけですよね。あれがさ、田舎の人が作詞をしてさ、そうするとさ、リアリティがあるからさ、こう破滅的な結末がさ、リアリティがある分こう悲惨な感じがしてくるわけですよ。でそういうのってあんまり求めてないでしょ。だからそれをこう、詩の世界はそうなんだけど、それをこう歌う通りっていうのもやっぱりそうじゃないと、演歌の世界じゃないから、あくまでもエンタメじゃないですか。だからこう例えば津軽海峡冬景色とかなるとさ、本当にこの人は北国でさ、寒い感じは出さないといけないわけですよ。しかもそんな求めてないわけですよ。軽い感じでやってみましたみたいなのが結構重要で、その感覚がこう太田裕美にマッチしてんじゃないかなと思うんですよね。あくまでもフィクションです、あくまでもテレビドラマです、映画ですみたいな感じで、失恋魔術師です、南風がありますみたいな、そういうことかなと思います。タレントという素材として見ると、今改めて考えるとなかなか珍しい人だったなと思うのは、見た目すごくいいじゃないですか。ですごくいいったって、あくまでも女王の下から中の女王ですよ、ね、だってこれ美人じゃないじゃないですか、でも都会的な雰囲気あるじゃないですか。でもそのなんか純朴さを感じるんですよね、その話し方とかなんとか、まあ声質もあるのかもしれないけど、だから両方兼ね備えてるっていうか、
前も言いましたけど、女感っていうか女の好み感を決定づけてるのはこの人なんですけど、自分はもうはっきりしていて、明るいこと、面白いこと、頭がいいこと、まずこの3つがないと自分はプライベートでも仕事でも異性に関しては関心持たないんですよね。なんか話してみたいと思わないんですよ。はいはいはい。でそれはどっから来るんだろうと思ったらやっぱりここから来ていて、あ、そうなんですか、この人頭脳いいと思うんですよ。分析力とか、この人インタビューとかで、この人ってポップスとアイドルの真ん中なんですけど、そういう、ポップスとしてもダメだしダメっていうのは、例えばピアノ弾いて歌う歌手でいっぱいいたけど、それだけでいくとちょっと負けちゃいますと、でアイドルったってアイドル一本でいくのは、だから結構小泉今日子も結構近いんだけど、こう自分のさマーケティングっていうかどこなんだろうみたいなポジショニングがあって、すごい頭いいと思うんですよ。こっちもダメこっちもダメなんだけど、じゃあ諦めるかっつったらど真ん中のどっちでもない市場を狙いますみたいな。そうそう、だからすごい頭脳系なのと、やっぱり明るい感じと、面白いじゃないですかこの人って。だからこの3つが自分にとってすごい重要で、その女性の好み感っていうのは今はっきり自分はそう思ってるし、そう動いてるんですけど、それをこう決定づけた人なので、すごく私は太田裕美にこだわるんですよね。自分がこうなったのは太田裕美のせいであり、せいってなんか悪いみたいです。太田裕美さんのおかげでそうなりましたみたいなところなんです。あ、そうなんですか。自分が太田裕美が好きじゃなかったらこんなになんなかったんじゃないかなと思うんですね。タレントでそんな人いないな。だからすごい影響力を与えてる自分に、後の人生そのものに。やっぱり野原さんはひねくれ者ひねくれ者って自分で言うけど、素直なぜやっぱり。俺みたいな本当のひねくれ者ってさ他人に絶対行くさえないもん。だって当時私小学校 3,4 年生ですよ。ああ、そうですか。ひねくれ者も何よ。でも私ガキの頃からひねくれてたから、全然タレントなんかに影響されるってことなかったな。あ、そうですか。だからちょっと歌とかの問題、なんて言うんだろう、だからやっぱりこれ女性人に勧める 女性歌手のこと言ってるから、もうちょっと範囲が広くなっちゃうと、そういう目線でこれを見てくれって話なんで、だからさっき言った通りさ、このおばさんを出してきてもさ、現代人に今メッセージ出してるとしたらさ、この人出してきて何が、あ、乳がん手術したんですね、何がそんなすごいんですかねって言われてる、まあ、話になっちゃうじゃないですか。まあ素の姿ですからね。ということで、はい、これが何位7位と、ここの曲がうんちゃらっていう理由、要は太田裕美の歌とはそうだっていうことが言いたいわけです。はい。裕美さんが7位ってのは意外と低かったなっていう。あ、そうですか。なんか1位がなんとなく分かってきましたよ。1位絶対当たんないと思います。え、そうなんですか。ちょっとだから昭和から離れちゃうんだけど、あ、そういうこと。しかしね、しかしやっぱり昭和なのが1位なんですよ。これは自分にとっては昭和にしか見えないっていうのが1位ですね。まあ、とりあえず6位ですか。あ、6位ね。6位ですか。6位はですね、割と普通な感じですよ。ああ、矢上純子さん、はい。はいはいはい。これはまあ、6がいいのかわかんないですけど、全然入ってておかしくない。まあまあね、誰も文句言わないです。何位にされてました、お前。2位。私は2位でしたね。2位、ずいぶん高いですね。私は歌唱力だけで評価したから。なので人に勧められるか、人にっていうのは今、しかも現代人にっていう観点で私喋ってますんでね。矢上純子ね、まあ今の矢上純子っていうんじゃなくて、やっぱり当時の矢上純子っていう感じで喋ろうと思うんですけど、今はなんかこういうなんかロック風味の茶髪のおばさんの頃、おばさんって言っていいですね。結構今の姿も追っかけてるんですね。私なんか当時の思い出を大事にしたいっていうのがあるから、あんまり積極的には追っかけないですよね。ああ、追っかけ、いや、あの、矢上純子以外でも、さっきの岡村ちゃんもそうですけど、過去のものとかっていうのはもちろん消費してるし知ってますけど、結構現代の目線で私見ますね、全て、だから消えた人みたいなのじゃなくて、なんていうんですか、現代目線で、要は自分が子供で、まあ歌手、自分は大人でまだ歌手みたいな
こういう関係がこうずっと続きますよね。こっちで見ますね。だから夏メロ感覚で別に八神純子を見てるわけじゃないんですよね。他もそうですけど、八神純子はですね、ヒット曲いっぱいあるんですけど、結構あれが好きなんですよね。思い出のスクリーン、後藤継ぐ年がベースで、多分アレンジもそうだと思うんですけど、八神純子さんって言うとさ、あのホイッスルがどうしても、あの思い出のスクリーンもそうですけどね、あのホイッスルはどうですか。私持ってましたよ。持ってた。持ってた。どうですかね、もう何も持ってました。え、八神純子さんの影響で。はい。本当に。はい、持ってました。へえ。で、お家自宅でピーとか吹いてましたよ。じゃあ俺もそうだったんかな。なんか持ってたんですよ。それで。はい、みんな八神純子の影響ですあれ。そうなんですか。そうだったのかな。それで確かに時期的にはそうなんですよ。それで自習時間ものすごくうるさかったんですよ。あの。自習時間ってすごいうるさくなるんじゃないですか。で、ある時その時にホイッスルが手元にあったからピーって吹いたら、一瞬にして教室がシーンってなって、それまでギャー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 うるさかったのに、一瞬にしてピーンって静かになって、なんだろうと思ったんだろう、なんだろうと思ったんでしょうね。んで俺がそのホイッスルを鳴らしたってみんなが分かった瞬間にまたバーって、あの爆笑になったんだけど、だから私もホイッスル持ってました。そういえばまさにこの頃です、言われるの。私はあの陰気な子供だったからね、家で自分の部屋で吹いてましたよ。だからなんか八神純子を聞いてると、え、やで吹いてたんですか。八神純子を聞いてると、なんかちょっと俺も吹いてみようかなと思って。あれホイッスルなんかいいっすよね。いやでピーって言うんだな。だって多分八神純子さんなんか最初ですかね、ああいう歌謡曲歌手でそのホイッスルを使ったっていうの。そうですね、あれは一体何なのかしらみたいなね。なんかでも聞いてましたよね、あのスパイスが、エンディングに近づくと最後そうなる。そうそう、思い出のスクリーンなんかそうですよね。思い出のスクリーンいいですね、思い出のスクリーンとか、思い出は美しすぎてとか、何かと思い出が出てくるんですけど。なんでしょうね、このタイプの人って結構いるじゃないですか。小坂明子とか久保田早紀とか、あ、ピアノ弾き方ですか。そうですそうです、あの人何でしたっけ、マナとかね、イエローマジックカーニバルのね、太田裕美さんも弾いてました。やってましたね。天地真理さんも弾けるんですよね、確かね。この手の中でやっぱり一番成功したのはこの人の内容な気がしますけどね。いや、そうですよ。だってあといます。いや、安波じゃないですか。私前から自分の持論としてあるのは、ピアノ弾きながら歌ってる人って一発屋が多いなってなったんですよ。うん、そうね。うん。まあ、小坂明子さんのイメージ強いんだけど、あと、男でもそうなんですよ。あの、楠瀬誠志郎さんとか。ほっとけないよ。ほっとけないよとか。たくだらね。楠瀬。あの、八神純子の話で聞きます。いや、ピアノ弾きながら、弾き語りする人。だから、それで一発屋じゃなかったのは、八神純子さんと男では牧原さん。あとはあれ原田真二もそうですね。あ、確かに一発屋ではないけど、イメージとしてはなんか一発屋っぽいところありますよね、やっぱり。いや、まあ、あれは天才ですけどね、まあ、本当に。八神純子ね、なんか全然関係ないけど、前住んでた家の下の人がの奥さんが八神純子みたいな人でね。こんな色っぽい人いるんですか。そう、娘がいるんだけど、娘よりお母さんの方が全然女力がある、おばさんが住んでましたよ。なんかね、誰だったか忘れたけど、なんかのその昭和本みたいなあるじゃないですか。それで八神純子さんを評していて、アイドル不在の時代にアイドル的役割をしていたみたいなこと書いてあって、言われればそういうのあったかなと思ったんですよ。確かにあの見た目もそうだったですもんね。アイドル不在だって、八神純子がいた頃のアイドルってあれですよ。だって石野真子とか榊原郁恵の頃、松田聖子が出る、でもベスト10に出てなかったじゃないですか。松田聖子が出る前の山口百恵とか桜純子が引退したぐらいの、これぐらいのこと言ってんだと思うんですけど。そうそうです。それでベスト10に出てくる歌手で、聖子さんが出てくるまでそのアイドルとしてパワーがあった人がいなかったんですよ。竹内まりやがいます。これダメダメ、多分どうベスト10に出てないですね。あのピーチパイだけでしょ。しかもあれ多分何週も入ってないですよね。なんかあのピンク色のよくモノマネされる変なピンク色の服着てたね。だから確かに八神純子さんルックス的にはまあアイドルっていう可愛さとはまたちょっと違うんだけど、でも男好きする顔してるじゃないですか。
そういう目線ですから、そしてそっち系では太田博美と違ってそういう風に見たことないんです。え、矢上純子さんを、うん、単純にポーラスターとか水色の雨とか、ああいう音域のあんまり女性的には見てない。見た目も好きだったし、だってその当時の矢上純子ってあの黒髪でさ丸っこいさ、なんか、ないめ、こ、こんなイメージじゃないですか。そうそうそう、これだよね、矢上純子って。当時の今と違うから。いやだけどこれが男付けする顔なんですよ、やっぱり。あ、そう、こういう狸顔がね。そっち、うん、これね、何が一番好きですか、矢上純子は。歌ですか、うん、歌一番さっき言ったら思い出のスクリーンなんですね、うん、私やっぱ水色の雨かな。意外と普通なとこで言っちゃいますね、うん、歌に関してはものすごく普通。それだろうって言っちゃったら困っちゃいますけど歌に関してはすごい普通で、だって売れてる歌が一番好きですか、私、ね、ということで矢上純子です、ね、第6位ですか。